ドーンって腹こう押してきてね、寝り切ったらこうやって、ほんで慌ててほら、トイレ出た、昨日出たったき、入ったっけ、はい、ほんといっぱい出た、いっぱい出たこれ今ね、これこうやってね、お兄ちゃん今、ね、自己流よ、こうやってほら、お兄ちゃん、首が硬いんだよ、で、こうやってね、まず先やったほうがね、こうやってこれいかんかどうか知らないもんだ、こうやってほら、これが楽ない、こうやって戻るろこれが楽ないいや楽ないけど、これ外にシュッとしたらね、こうめまいしたらいかんと思ってね、帰って、ほらおじいちゃんだ、ケットやった時うんと頭上げたらね、貧血したらいかんと思ってね、気持ちええこってほらほら、これ、ね、もう一度やろうか、これ、やりるろ、こう、注目の会談、その行方はどうなるのでしょうか。息止めたらいかんで、息を吐きながら力入れんとか、どうよ、去年の1回目の会談を確認したいと思います。こんな約束が交わされています。こちらですね、完全な非核化への決意と北朝鮮の体制の保障でした。しかしこの具体化をめぐりまして、あのね、反動で戻したら、ね、筋肉痛める気、ゆっくり戻さんというか、ほうがかってプンと戻さないから、戻さない、あ、そうか、これちょっと戻しやいけんね、こそろそろっと。そう。それが筋トレになる。間違ったやり方しようね。あら、どうせそれ読んだら分かってくるわけんの。そうか、おじいちゃんはパッと読んだと思うが、ほら。いるのね。いいかいか。これ、これもちょんと絡んだ映画。ああ、ええと思う。こう。うん。いい。トランプ大統領、まず5枚のカードを持っています。連絡事務所の設置、そして朝鮮戦争の終戦宣言に在韓米軍の扱い、あんまり血圧が高いと痩せられんだよ、154今、ちょっと高い、高い。そしてこちら経済制裁のカード、まあ、これは経済的な見返りカードになります。つまりそうですね、さあでは池畑さん、対するキム委員長のカードを見せていただきましょう。そうですね、まあ、こちらもぐらいこういうやり方もし、まあ、なるほどね、もう一度どうだ、これいつもやるよろ、かつね、これはもう、これ全部名護せんとね、こうやって名護せんでね、こういうふうに持ってね、ええかどうかわからんけど、これこうやってやりたいけどね、これ破ったりかんの、冷静だよ、さあでは、具体的に聞いていきたいと思うんですけれども、これでね、会談は真剣勝負のゲーム、トランプさんと出るわけですけど、まあ、実際にカードを切るかどうかが気になるんですけど、高橋さん、これトランプ大統領どのカードを切ってくるんでしょうか。そうですね、一番まず切りやすいのはこちらですね、はい、人道支援ですね、人道支援、トランプ政権すでにこの人道支援の再開に向けて準備を始めているということを認めていますので、これは十分切る可能性があります。さらにはこちら、はい、連絡事務所、まあ、これはいわば、まあ、小さな会社のようなものなんですけれども、このやりようはこっち側でね、アメリカはこれはね、場所を攻撃するということはありませんけれども、北朝鮮の、まあ、体制保障につながる信頼構築のカードとして、あたやりうろ、ブラブラ、ブランコ、ブランコ、関係を始める一歩にもこれ見えます。ぐちぐち言うろ、まあ、ぐちぐち、右側はぐちぐち言わねえかったら、左側は言わんのよ、どうするか知らない、あのニョンビョンに関してキム委員長、今年元日の演説で、まあ、アメリカが相応の措置を出すならばこれを永久に廃棄する用意があるというふうに言ってます。で、まあ、中でもまずは、査察、つまり、まあ、アメリカの専門家ですとか IAEA の査察団を受け入れて、まあ、調べてもらうというのを、まあ、認めましょうというのは考えられますよね。まあ、息を止めたらいかんだよ、血圧上がる、完全な非核化からはこれほど遠いですよね。トランプ大統領、まさかこの
聞き浮かねえ話を。血圧見ながらせんというか、息は止めたらいかん。先こうやってやるとは、ほんと。トイレ行きとなってね。うん。あ、わかったわかった。こうやってやったら、ほら。うん。肩が、だからね、すべてほら、ほら。ほら。いけないよ、ほら。そのポールはどう？できそう？ポール。ポールはまだ、そうやってみんでわからん。うん。もう何とも言えん。ただ、ちょっと今やってみたけどね。うん。ついだ、背中が痛いけんね。うん。せられんろうか思ったりして。まあ背骨の位置を矯正したりするけどね。脊柱管狭窄やを。うん。で、曲がっちゅうこう、ほら。うん。左の脊柱管狭窄じゃないけどね。うん。これ、曲がっちゅう。ほんで、お前、これ乗ってね、こういうね。うん、コロコロしたいが、お前、背中へね、こう。枕をこう置いてやるとね、うん。コロコロ、ほら。うん。これ。それと、寝転んでバランスをこう。これ、永遠上がらん。うん。こう、まあ、こうやってこうよね。うん。こう長寿ね。うん。そこで止まってしまって。いや、両方、同じ側じゃない。これやったら、ひょっとしたらね、こう、ほら、言うかもしれんけどね。ほんで、左手と右足上げるか、そうそう、逆の手足上げんと、それは一緒の方やったら難しいよね。そう。それとか、あとは、まあ、両手だけを上げてみる、足を上げるっていう簡単なことから試していかんというか、それ。ホールで。おい、東の。よかったかね。よかった。グー。顔の強くなった。また使って運動してもらうた。ありがとう。はい。そのポールも、まあ無理せん範囲で。ありがとう。これで寝る。またこれほら、こそこ、どうせんねやんか。はいはい。よっ。こっちゅうけね。うん。おかしくね、気持ち悪いわ。おう。これもとても運動じゃ。おう、そうよ。肩が痛い。明日も朝起きたらまた、教えて。うん。まあ、おらんかもしれんけど。まあ、体の血圧とかの。そうよ。調子でね、うん。具合悪かったらもう、150になっちゃったらもう嫌やけど。意外か、もう150超えちゃったらやめちゃったら。うん。いや、無理せな、もうやらないで。そうそう。ありがとう。おう、まあ明日またじゃあ昼からよろしく。明日またよろしく。はい。どうよろしく。どっち向いてやるよる。どっち向いてやるよる。江戸の方向へよ。うん。今年は江戸はこっちやぎ。まあ、全然違う方言うよ、竹村最初。最初、テレビの方向言うて言うたやが、あの、恵方巻きで食べるときは。違う違う。間違えちゃった。節分のやつ見たら分かる。まあまあよ。はい。で、これはこうやってね。うん。ほら。